点九最終回の週でございます。数字いいです。悪くても15点なので。では行きます。3月16日行きます。収録。ごめんなさい。キイちゃん大丈夫？そうです。すいません。はい、すいません。ごめんなさい。行きます。5秒前。4、3。就職活動中に試験会場を間違えたことがあります。金城まりなです。森田きぬ子です。本当ですか？結局ダメだ。まあそんな話は置いておいて、きぬ子ちゃんはやらかすタイプ、それともなんかいろいろそつなくこなせるタイプ？どっか新しい場所に行くってなるとすっごい下調べしていって、例えば旅行とかでもここに行こうって決めたら、すごいトイレの場所とかロッカーの場所とか全部調べちゃったり、結局行ったら初めて行った感覚がなくなっちゃって楽しくないっていう。それだけ調べられるのもすごいけどね。そこまで結構調べちゃうから、慎重で石橋をすごい叩くタイプで、でも結局渡らないので、その何て言うんだろう、その確認だけしていかないと。そうです。だからリスクはないですけど、特にこう成功することもなくっていうタイプですね。はあはあ、でもさ、それで言えばさ、アナウンサーって割とさ渡った方なんじゃない？どうなの？あ、なったこと自体ですか？うん、石橋を。そうですそうです。いやだからもう今本当に人生マックスでリスクを背負ってます。まだ1年目で最大のリスクって。アナウンサーになってからももしかしてそんなやらかしてない？ないかもしれない。え、ありますか？そんな終わったみたいな。ないと思う。何ですか？どうだろう。話せるレベルでしょ。話せないのはちょっと後で。そうだね。でもなんか結構ね、焦ったのは、はい、イベントをやりながら公開生放送、共同期の生放送をするってなった時に、はい、私はマイクつけてたんだよね。はい、マイクつけてて、でそのまま舞台裏に、ね、一回戻りました。はい、まあ、ちょっと安心して MC を安心して、はい、ちょっと変態キャラっぽいようなゲストさんがいて、はいはい、なんか私も私はちょっとね軽いノリで、なんか何ですかそのカバンって、なんかいかがわしい写真でも入れてんじゃないですかって言ったら、マイクの電源オフするの忘れてて会場中になんか響いてたの。焦るよね。それ全部じゃあもういかがわしいっていう球場さんの言葉。そうそう、びっくりするでしょ。ディレクターがね、鬼の形相で走ってきて、金城さん、マイク入ってますよ、すごい恥ずかしくなりますよね。恥ずかしくなる、なった、会場の人どんな感じだったんですかね。分かんない、知りたくない知りたくない。ない、そういうの大丈夫？大丈夫？そうですね、まだそこまでこう経験がないので、うん、これから仕事が増えればまた増えるんですかね、うん、やらかしが、うん、まあ多分ね、増えない人は増えないんだ増えないんだと思うけど。じゃあなんかもう何でも許されるとしたら、やらかし、なんかこう思いっきりやらかしてみたいみたいなことある？思いっきりやらかしてみたいですか？うん、なんかもう自分を解き放って、あれ憧れます。よく海外とかで崖の上とかのギリギリのとこでフォーってやってる人、うん、あれ、じゃあごめん、私の理解力が足りないのかどうなのか。ガチャンコ HBC。 虫とかもさ、だってさ好きじゃん。あ、好きですね。いや、なんだっけ、なんか食べてみたいみたいって言ったよね。はい、あ、それが正解か。虫食べてみたい。私ね、それね、答えをね共有して。ガチャンコ HBC。え、虫あるんですか今日？虫あるんですか？あ、残念、ごめん、そういう番組ではない、ごめん。あったら面白かったね。あ、ごめん、ちょっと君をちょっとマネジメントしきれずに申し訳ない。ガチャンコ HBC。 虫食べたいです。虫食べたいです。そうか、虫食べたいですね。虫食べたいですね、そんな笑顔で言われても。ガチャンコ HBC。 虫と激まず料理。激まず料理？はい。もう食べたいの？食べたいです。平気なの？いや、食べたことないので食べてみたい。これを言ったことを後悔する日がきっと来るでしょう。いやでも嬉しいです。大丈夫？激苦とか。私のお父さんなんてシソ嫌いなんだけどさ、はい、タンタカタンってお酒あるじゃん。 はい、あれシソって知らなかったらしくて、はい、飲んだ瞬間ボワって入ってたんだけど大丈夫、そういうことになるみたいな。そう、本当に。しかも接待でって言ってた。HBC。
5秒前4、3。さてついにこちらの番組が終わってしまいますね、はい、日曜劇場 99.9 最終回は2時間スペシャルです。ぜひご覧ください。ご覧ください。